さあ、アクア、これヤリスの兄弟車って言っちゃいけないぐらい、はい、ヤリスよりも実は高級志向で作られてるんだね。そうですね。トヨタアクアとマツダ MX30EV の対決です。なんか絶妙な組み合わせですね。そうですね。こっちはハイブリッドでしょ。そうです。で向こうは EV 電気自動車ですので車両重量結構違いますけどね。やっぱりバッテリーが重いんだよね。500キロぐらい向こうが重いですね。え、そんな違うの。はい、はい、ね、EV 嫌いのマツダがよく EV 作ったよね。そうですね。あら、はい、 D レンジ、はい、はい、50、前よりやっぱパワーあるかな。そうですね、90、100、ちょうどだね、はい、まあこのぐらい加速すれば、はい、ファミリーカーとしては合格だね。そうですね。いや、前のアクアに比べたらもう段違いっていう感じですね。段違い平行棒だよ、はい、前はなんかエンジンがすごいうなってるけど前に進んでない感じがありましたけど、だからいわゆる電子制御の CVT の、はいはい、あのパンツのゴムが伸びたような感じだったんだけど、はい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 、これはダイレクト感が出ていいよね。そうですね。はい、はい、50 80 90 100。まあ実用車としては十分速いですよね、今ぐらいで。これヤリスより、はい、車重が重いから、はい、どうなんだろう。パワートレインはこっちの方が進化してんだよね、はいはい、もうね、昔のアクアではありません。もう新しいアクアで、何かっていうとめちゃくちゃハイスピードの、走りがいいね。だこれね、なんかね、走り屋向けにこの向いてんじゃないかなっていうイメージで言うと、なんかこうアクアのイメージとあまりも違うんだけど、まあ、ハイスピードのダンピングとかもすごくいいんですけどね。でまず、加速性能なんだけど、今回バイポーラーのバッテリー使ったりして全体的にパワートレインの出力がちょっと上がったっぽい感じなので、ヤリスよりも車体でかくて重いんだけど、十分な加速性能ですね。だからそこに関して言えば、まあ、ちょっとエンジン音がね、わーっとこうノイズが入ってくるとこあるんですけど、十分ファミリーカーとしてはもう有り余るパワーって感じですね。バッテリー EV ですね、マツダ MX30 です。おお、なんか、はい、ボーイング767が発進するときみたいな、はい、離陸するときみたいな、はい、これ結構考えて音は作ったらしいです。あ、これ作られてんのね、はいはい。だから加速感とかやっぱり無音だと分かりづらい、うん、まあ、マツダらしいかもしれないですね、その考えも。ちなみに、はい、何馬力っていうか270馬力ぐらいで、270ニュートンメーターのトルクと、馬力的には145馬力しかないです。そうか、はい、で1650キロあるんで、まあ、加速性能はそれほどでもないと、はい、バッテリーですね。そうです、エンジンなし。エンジンないです。いきます。はい、そら行け。スムーズ。このエンジンを何？だからこれが作られたサウンドです。90、100。おお。おおってなんだろう。アクアとアクアと同じぐらいの加速感、はい。そうですね。だから実用車としては十分に速いと。ああ、60キロぐらいでアクセルとトルクあるからフロントタイヤが泣いちゃうんだな、はい。そうですね。FWD なんで。0、100キロってやっぱ10秒前後で実用車の境目がありますよね。そうだね、うん、私のラリーアリスもね、はい、そんな感じだね、はい、うん、はい、もう一回いきます、はい、もう一回。でもさ、このぐらいの音はエンジン車でもね、静かなのこのぐらいだから。そうですよね、90、100。確かにこういう音してくれた方が今どれぐらい加速してるとか速度出てるって分かるような気はするんですよね。っていう派、はい、俺は音なくてもいいんじゃないかな。ああ、それは人によりますね。まあ、周りの人はね、はい、音があった方がいいんだろうけど、はい、まあ切れればいいですよね、うん、出したい切りたい。
はい、バッテリー EV のマツダの MX30 マイルドハイブリッド 24V よりも、はい、まあ、なぜかシャシー性能はこっちのバッテリーの方がいい感じですね。で、まあ、アクアと比べると 400-500kg ぐらい重いんだけど、実際の加速性能はやっぱり 280N ぐらいあるので、まあ、0-100 多分10秒前後のところでアクアと同じだと思うんだけど、意外にね、なんでエンジンあったのっていうぐらいエンジン音がするんだよね。で、なんでって聞いたら意図的に作ってるそうです。で、ここは好みに分かれるのかな。エンジン音なくてもいいんじゃないかなっていう派と、まあ、ちょっとエンジン音聞いて音でスピード感を出したい派と、まあ、2つに好み分かれると思うんだけど、まあ、そんな音がねかすかに聞こえてますね。だから間違ってこれガソリンスタンド行っちゃうね、この音がしてると。それと、まあ、加速はそういう意味で、まあ、トルクがあって十分だということ